はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。昨日っていうか今朝、関東地方はね、ちょっと、雨が降りました。で、それほど降ったって感じじゃないんですけどね、本当パラパラっていう感じなんですけども、朝の、間はね、ちょっと畑が濡れていて入れませんでした。で、しょうがないんでね、パソコンの方に向かって、ネットの動画を、編集してたんですが、今11時になって、やっとね畑が白く乾いてきましたので、これからねまた農作業の方をスタートします。で、まず最初にね、白菜の跡地、鶏糞撒きます。で、これもね、この後、まあ何を入れるかってまだ考えてないんですが、ここはねいずれは畑に戻すところなので、鶏糞を撒いていきたいと思います。はい、途中でね肥料切れちゃいました。戻ってこれませんでした。ちょっとスタート位置が悪かったよね。今度ね、今一輪車に肥料を乗せて持って歩いてるんですが、田んぼじゃない、畑の中にねちょっと入れてね、スタート位置を畑の中へ持って行ってね、戻ってこれるような場所から、スタートしたいと思います。動画の方はね一回止めます。はい、散布終了しました。この後ねオートカルチ入れます。